鉄鋼巨兵サムラインは、吉岡大による日本のライトノベル作品、及び、それを原作とする、CD ドラマ。イラストは相馬竜成。単行本は、全4巻外伝1巻で、富士見ファンタジア文庫から刊行された。宇宙一の無責任男シリーズの感激を塗って、書かれた作品で、ロボットアニメのファンだった、作者自身の青春のすべてをこの作品にかけているとの、ことである。 各はサブタイトルを含め、全編にわたって、巨大、ロボットアニメや特撮番組のパロディが散りばめられている。本編の4巻が、全26話のテレビシリーズで、概伝は、劇場用アニメという扱いである。本編は当初は、全3巻の予定だったが、第2巻以降は1話あたりの分量が増えていったため、3巻では、収まりきれなくなり、4巻まで刊行された。ただし、 話数自体は当初からの予定通りである。声は CD ドラマのもの。天才学者、飯田博士によって設計された巨大人型、合体ロボット。地球を地上げしようと企む宇宙の不動産や、つい味不動産の地上げ獣に対抗できる唯一の存在。動力は多様無限力エネルギーで、走行は超合金 SC。合体時は、 身長114メートル、体重1100トンの巨大ロボットになる。全メカの重量を合計しても1100トンにならないのだが、なぜ合体すると質量が増えるのかは、秋葉原博士にもわからない。脳波操縦システムを採用しており、脳波を機械が自動的に感知して、自動操縦で稼働する。乗りこなすには蒸気を逸した体力が必要となる。 合体する際の合言葉は、レッツ、ラインを終えぬ。当初は合体した後は飛べなかったが、第17話、地上げ充電下で登場した、ライナーフェニックスと合体することで、飛行可能となった。フェニックスとの合体時は、水平飛行なら、真っ箱には到達する。ただし、速度がありすぎるため、旋回性能は低い。サムラインという名は、 スーパーオーガナイズドマルチパーパスエスペシャルロングディスタンスインターセプトネクストジェネレーションエクスペリメンタルの略である。ただし、これは単行本4巻の時点で秋葉原博士が辞書を引きながら即興で考えた後付け設定。ライナーメカブソと技タイトルは鉄鋼巨兵サムライン守れ。命のシー入ーン、吉岡平作品のコンピレーションアルバム。 吉岡タイラワールドに収録。第1巻の後書きで全26話であることと最終話までのサブタイトルが予告されている。なお、第2巻以降の各話のサブタイトルはすべて予告された通りとなった。ありがとうございます。